はい、今回は、天元戦の、挑戦手合、第2局を、紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは、お願いします。第1局目はね、一力さんが、半目、勝たれましたよね。はい、ここでね、賭けを許しましたね。賭けを嫌う棋士も多いのでね、まあ、コスミだったり、コスミツケだったり、桂馬で打つことがね、結構多いんですけど、今回はかかりになって、賭けを許しました。で、黒もかけられるのをね、やっぱり嫌ってるので、こすりましたね。ここの位置に挟むのね、最近では珍しいですね。今は大抵ほとんどツケ引いて打つことが多いので。昔はね、この手が流行ってたんですけどね、これは、まあ、白よしっていう評価がね、AI が出したので、これで、ほとんど今はね、1っていう手は見られなくなりましたね。で、跳ね出して、ここで、当てましたね。こちらから打って、こうやる形もありますね。で、曲げると、この形は、ここを打って、このシチョウが白悪いので、曲げる手はありませんね。こうやるしかありません。この進行になりそうですね。もし一度切ったら。ただこれは、まあ、白は先手に回れるのでね、まあ、結構白好きな棋士も多いんですよね。なので、黒は当てて変化しましたね。下がりました。もし下がると、こちらの図を目指そうということでしょうかね。で、これが、主張が黒がいいのかな。一応これ黒いいんですね。一応やってみますか。なので、この定石はちょっと選びにくいっていうことだと思いますね。この時にね、ちょうどこれがね、こうなっている形ですのでね。ですから、こうなって、このような形となりました。ああ、これは厳しい逆走ですね。この石をまだ狙ってるっていう手ですね。まあ、普通でしたら、まあ、ここはね、もう結構強い石と見ますんで、まあ、星下だったり、まあ、このぐらいにね、開いておいても普通の進行ですね。これは井山さんならではの手かなと思います。これも桂馬ですと、付け越しが見えてて、結構白はね、すぐ目形になりやすいんですよね。このような形で。ですから、ここも一間に打って、まだ狙ってますね。で、飛びとなって、そうですね、ここまではまあ、まあいい勝負でしょうか。こうが一応、ね、狙いの手ですよね。これ今年の成績が出てますね。井山さんが32勝9敗、一力さんが35勝9敗と、どちらもね、勝たれてますよね。まあ、この戦いがどちらがね、力が強いのかですね。まあ、どちらも攻めてるつもりみたいな感じですよね。この辺りは石がギシギシとね、競り合ってて非常に難しいですね。つないで、まあ、生きを目指しましたね。これは、まあ、出とか打つと目はないんですけど、これまた違った展開になるんでしょうね。つけて割り込むとか。
これはまた違った進行になりますかね。はい、こんな感じで、まあ、わかりませんけど、ここで今度は目を持つ進行になるのかなと思いますね。まあ、こうやって、まだね、完全につながってるわけではないんでね。はい、白もこれでしっかりいきましたね。ここは打たなくても生きてそうですけど、まあ地として大きいっていうことでしょうか。で、切りですね。これも厳しいですね。そうですね。多分まあ、打たなくても息はあると思うんですけどね。ここ、のぞきからつなげば、ここに1眼ありますからね。ですから、この辺り構えておくのもね、大きいところではありましたね。まあ、どこのポジションがいいか分かりませんけどね。はい、で、切ってって、はい、また、難しい攻防となりました。はい、ここを二段バネして、はい、これはそうですね、もう抑えられませんので、このような振り返りとなりましたね。はい、まあこれも勢いですね。まあ白もしょうがなかったでしょうかね。これ取ったんですね。まあ味がいい手ですけど、地としては大したことない手なので、他の手が打てたら本当はね、打ちたいんですけど。はい、まあ、これでシチョウの逃げ出しを防いでと。はい、これで完全に取り切ったっていうことですね。この手は狙ってる手だったんでしょうかね。わかりませんけど、まあ、この辺りね、なんかこうとかってコスミツケとカケツギ、この飛びをね、見合いにして、この石をなんか、まあ抑えられても跳ね継ぎで死なないって言ってるんでしょうかね。ということでしょうか。ここに打たれましたね。微妙な手ですよね。こうやれば絶対ここはね、地になりそうなんですけど、これはツケを狙ってるんですね、まだね。そうですね、一応白はこのツケを狙ってるんですけど、こういうね、出切りを見た手なんですけど、白なかなかやるのも勇気いりますよね。あんまり損がひどいとね、この石はもう捨てられてしまいますからね。ここの辺りまた複雑ですね、これは。これはまあよくわかりませんが、すごい別れとなりましたね。このツケはどうなってるんでしょうね。そうですね、ツケが、まあこれ取られますよね。そうですね、捨てざるを得ない。で、まあその代わりこちらを取ったんでね、まあそうですね、やっぱり捨てて打つ進行になりましたね。これを一生懸命ね、取りに行った手なんですけどね、この桂馬はね。でもまあ良かったかどうかは難しいですね、判断が難しい。ここ取りに行かないで、まあすぐ取りに行かないで、この辺り、どう打つか分かりませんけど、何か生きる打ち方もね、大きい、また切りとかが狙えるんでね、大きいところではあったんで、すいません、この辺りも、判断が難しかったかなと思います。はい、これはまあ隅はですね、まあ跳ね出しでも、こうやってね、まあ死にが生きる手はないんですよね。
で攻め取りをなくして、陣になりましたね。まあこれでもね、形勢は形勢は細かいみたいですね。ここで、まだ半目っていうね、半目勝負の予想みたいです。で解説の先生はね、白勝ちがはっきりしたと言われてますが、ここでなんか損したみたいですね。なんか普通に渡っておくと、半目白が良かったんじゃないかという、感想が。解説がありましたね。はい、これはちょっと損したということで、はい、ここでね逆転となったので、ちょっと もしかしたらちょっと一力さんがね、手拍子っていうかうっかりされたのかと思います。はい、ということで、ここでもう最後までねちょっと打つ気力がなくなったっていうか感じでしたよね。ここで投了ということはちょっと、このミスがショックだったと思いますね。やっぱり半目でしたらね、やっぱり並べるはずですから、ちょっとこの損がねショックだったっていうことだと思います。はい、一力さんにとってはね、難しい碁ね、白優勢までね持っていったのでね、最後の最後で間違ってしまって、はい、非常に悔いが残るね碁だったんじゃないでしょうか。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは、失礼します。